やるからには負けはしない。
버려야지. 獣とやらか。何よ、いいじゃない、ベインのお父さんは通ったんでしょ。はい。 私も呼んで。なんとかしない。いつも通りやるだけさ。
まるで手応えがありません。ダメだ。僕のせいでみんなが傷つくのは珍しいな。お前がそこまで熱くなるとは。サルファ、俺もあいつの景色とやらが見たいんだ。決まってみせろ。力が弱まった。今だ。みんな、もう一度手伝って。任せといて。貴様だけにいい格好はさせん。
と思ったわ。僕が何かしたわけじゃ、サルファのおかげだよ。おしゃべりは後だ。目指す地は目と鼻の先だぞ。父さんだけがたどり着けた場所。みんなが手伝ってくれなければここに来ることはできなかった。でも父さんは一人で来たんだ。あのモンスターを倒して。どんな人だったんだろう。少しでも父さんのことを覚えていれば。これでうまくいくはずだ。どうだ。なんだこの反応は。まさか、こんな…止まらない。このままではこの子の命が…お疲れ様。今学期の授業はこれにて終了。安心するのは早いぞ。
たっぷり夏休みの課題を用意してあるからね。文句を言うな。休み明けにチェックする先生も大変なんだ。というわけで、それとだ、今年は課題の他に自由研究を提出してもらう。自由研究って何をすればいいんですか？自由研究なんだから自由だよ。ただし、あまりふざけたものは作らないようにね。それでは、良い夏休みを。だの自由研究だの、なんで素直に休ませてくれないのよこの学校は。こういう時は幽霊もいいわね。課題も宿題もないし。ずるい。自由研究か。何がいいかな。あれも作りたいし、これも作りたいし。どうかが響く以上、真面目なものを作るからな。意見がバラバラですね。いつものことだけど。自由研究など後回しだ。まずは目前の課題をこなし、その間に各自考えておけばよいではないか。お、くんちゃんがまともなこと。何か変なものでも食べたのかしら。何を言う。俺様がまともでなかったことなど過去に一度でもあるか。そうだ、ちょうどよかったです。グンナル先輩、今日はアトリエの掃除当番ですよ。はい、残念だが少々多忙な身の上でな。ダメです、いつもそう言って逃げるんですから。掃除など無縁にやらせればいいではないか。では、あとは任せたぞ。僕ですか？あ、待ちなさい。やっぱり、いつも通りの先輩みたいに。一瞬でも見直して損したわ。材料の確認をお願いします。